シャッフルビート、ブラックミュージックで一番大切な跳ね感を出すトレーニング方法、こちらをご紹介したいと思います。こういったことって結構過去にも動画を出していると思うのでなぞってしまう感じになると思うんですけども、まあ、今回はですねサンプル曲を混ぜて比較的この跳ね感シャッフルですね、これをまた参考にして練習してほしいと思います。で、例えばですねこの、まあ、サンプル曲を今から流すんですけども、これはベースが跳ねていて、でピアノも少しこうシンコペーション突っ込んだ感じになっているんですけども、ドラムスはこう至ってシンプルな 4&4 を演奏するという感じでいきます。つまりどんな感じかっていうと、感じです、スタイルですね。結構こういう、R&B とかリズム&ブルースですねとかファンクミュージックでも、ジャズでもこういう感じのスタイルの曲が使われていると思うんですけども、これにいわゆるこのドラマーのグルーヴですよね、これをどうやって出すのか、これを出すには実際自分も羽を使っている、羽のシャッフルの空間をこのグルーヴを自分で感じながらもあえてこの4ビートこの音にしている、この音に全てをかけているというか、これが実際全くこのシャッフル感がない人が例えば同じような4ビートを演奏するとっていう感じ、違い分かりますでしょうか。こう体のノリだったりこう跳ね感がないのと、これを完全な16/8の四角で捉えている、これになると、もしくは8バーズでこう変えてみたんですけども、この違い、よくお分かりになったと思います。実際このシャッフルでゴーストノートだったり、ハーツで入っているわけですよね。こう8で普通に 1&2&3&4&5 と捉えるのか 1&2&3&4 と実際こうシャッフルが入っているのか、これでもう例えば同じ楽譜上同じところでポイントでこう音を出しているにもかかわらず、このグルーヴというか跳ね感が顕著に現れる、これがまさに、グルーヴでありポケットであり、人によってこの演奏の仕方が違う、雰囲気が違うと読み取れる、要素の一つでもあります。なのでですね、皆さんもを考慮して演奏してほしいと思います。でやっぱりこういうトレーニングをするには
実際シャッフルに慣れておく必要があるし、さまざまな、リズムの違い、ドラミングでもそうですけども、もちろんメロディー楽器をやっている方でも、そういったリズムの取り方っていうのはあるので、いろんなジャンルを、聞いて自分の糧としていろいろ挑戦してほしいと思います。そんな感じで、また次回お会いしましょう。